In the year 1949, there is a big fuss about a man called Bruno Gröning, who is known in the media as the miracle healer. Thousands of people go to see him in various German cities. There are continual reports about new, unbelievable healings. Even people diagnosed as incurable swear by his healing power. Some call him a messiah, others a charlatan. I was in Rosenheim today at the Traberhof. You won't believe what was going on there. There were thousands of people, and Gröning. Oh, God, that Gröning. Are you going to start with that again? There were so many sick people there, in wheelchairs and on stretchers, and suddenly some of them stood up. Oh, no, stop it. One of the people lying on a stretcher got up and said, I'm well, I'm well. And at that moment, the paralysis was gone. It went away within half an hour. Then I tried to straighten my arm, which had been like that for years, and it became straight. In that moment, all the pain was gone. It was something completely different that I just never experienced before and couldn't fit into my existing knowledge. When the medical profession takes a stand and regards this phenomenon with skepticism, Gröning is prohibited from healing. In spite of the prohibition, more and more seekers of healing came from afar. The pressure on the authorities by those people who were in profound physical and emotional misery became stronger and stronger. In fact, Gröning is charged with having continued to practice healing without permission and thereby with having violated the healing practitioner law. Reports appear continually after it becomes known that he is going to be put on trial. The defendant behaved just like a charlatan, negligently and illegally. A regular battle of the medical physicians is started by the Gröning phenomenon. They don't know what to make of the happenings. Gröning always emphasizes that God is the greatest physician and that there is no such thing as incurable. What counts for him are the commandment of charity and the realization that he should not listen to man, but only to God.9月7日のですね、スピーチャーテレビスペシャルをお送りいたします。はい、最初にね、短い版のですね、ブルーノ・グリーンさんのちょっと紹介のやつを流させていただいたんですが、いかがだったでしょうかね。はい、今日はですね、このブルーノ・グリーン固有会の日本代表でよろしいんでしょうかね。はい、高橋千春さんに来ていただいております。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、なんかこう、ブルーノ・グリーニングさんに関してですね、なんかイベントがあるということで、今日はお越しいただいたんですけど、早速、あ、そう、それもあるし、あとどっから行けばいいんですかね。どっから行けばいいんですかね。どうしましょうか。じゃあ、まずは今回は、その、はい、まあ、日本が今年特別こう開かれてるっていうことで、まあ、ドイツの方からですね、日本にドクターを送って、その、まあ、東京ではない、今まで、はい、まあ、お伝えできていない都市へ、ブルーノさんのことをね、皆さんに知っていただこうということで、計画が上がりまして、それで、はい、最初はいろんなところ、都市との、まあ、うん、コネクションとか探していたんですけれども、はい、まあ、結果として今回は西日本に、4都市、福岡、はい、京都、名古屋、広島、この4つの都市で、まあ、ドイツからドクターが来てですね、まあ、はい、講演会を行うという、うん、ことになりました。はい、こう日本に注目してるっていうのは何かあるんでしょうかね。私はよくわからないんですけれども、結局私がね、日本のリーダーをさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、ここで今年こういうのしたいって言っても、それは、それですぐいいですよってなることではなくて、ドイツの方で今年はどこですると、はい、いうようなことを、まあ、決めて、で、私たちの方に、まあ、それがこう降りてくるというかですね、はい、まあ、そういう形で今回も始まりまして、で、まあ、私も最初は本当にどうやってね、まあ、この各
都市決めたらいいのかとか、まあ、どういうふうに会場を借りてお人をねこうお呼びしたらいいのかとかいろいろありましたけれども、そこでもものすごくやっぱりブルーノさんのもう本当にお導きというか、あこういうことなのかと、まあ、私自身が思考の中でそれをやろうってこうなんか思った途端に本当にそういうことって思考の大事さっていうのを彼は常々、語っていましたけれども、うん、本当にそれでっていうようなお助け、人とのつながり、そういったものをいただいて改めて彼が言っていることのね、意味、あなたの思考が要するにあなたの明日を作るんですよっていうことの意味とか、そういったものを自分で体験させていただいたというか、本当にこれはそういうことなのかと、本当に学びの中で今も準備をさせていただいている状態です。はい、はい、なるほどね。すごいグルーニングさんの言葉の中にいっぱいこうね、そのやっぱり秘密というかね、ありそうですね。そうですね、彼はね別に何て言うんですか、新しいことをね特別に言っているのではなくて、はい、皆さんが忘れてしまったこと、はいはい、昔はみんな知っててそれを実際行動にも起こしていたのに、今はすっかり神様との距離が離れてしまって、うん、みんなが忘れてることを私は繰り返して、皆さんが実際にそれをね行動に起こすまで何度でも言いますよと言ってるんですね。なるほどね、はい。まあ、ということでまだ日付とかですね、日付先に言っちゃいましょうか。あ、はい、そうしましたら、あと最後にもね、質問を皆さんあったら質問いっぱい書いておいてもらいたいんですけど、この後ですね、そのドイツ人の、皆さんの、去年ドイツ人の医師さんの方々が来られて日本で講演した内容があるんですね。それをお流しさせていただきます。でその後に質問を、高橋さんにまたできますので、質問いっぱいチャットの方に書いていただければ、それお答えさせていただきますんでね、はい、そんなちょっとメニューでいこうかなと思うんですけど、はい、こんな感じ。高橋さん、あとなんか喋りたいことありますか？なんかとりあえず本当に彼の教えっていうのは、はいはい、簡単なんですね、はい、本当に子供でも分かるような内容であって、でだけれどもその実際それをもう彼も言ってるんですけど、頭で理解するだけじゃダメだよと言ってるんです。それを実際にそれを行動に移す、うん、それがすごく大事だと、うん、もうそれとあとは私のことをね闇雲にその信じることはないけれども、うん、だけども私のことを信頼してほしいって彼は言ってるんですね、うん、だからそこの部分っていうのは、要するに彼自身は私たちがその崇めたりとかそういうする対象ではなくて、彼が言ってるのは全て起こったその奇跡とか治癒は神があなた方一人一人に送ってくれたエネルギー、それをあなたたちが自分の意思で取り入れた、それによる結果だって。で私は単なるその、まあ、変圧器としてね、そのエネルギーをその人にふさわしい分量を送る役目、あるいはその皆さんのお願いを反対に神様に伝える電報配達の係だって、そういうふうに彼は自分のことを定義してるんですね、うん、なるほど。やっぱりこうそれもまあすごく我々がこう成長していくのに何か役立ちそうなことがいっぱいありそうな気がするんですけどね、はい、うん、じゃあ映像の方行っちゃっていいのかな。どうしますか、予定の日にちとか言いますか、その日本公演の。そうですね、はい、今ちょっとチャットにも、はい、ちょっと書いたんですけれども、はい、まずは最初福岡から始まります。はい、これは福岡が9月の16日の月曜日、これ祭日なんですけれども、はい、この日が午後の2時から、福岡の、東市民センターというところで、行われます、はい、これ書いた方がいいかしら。ああ、そうですね、これね、ちょっとどうにかします。はい、その次が
これがまた面白いルートなんですけれども、なぜか京都へ飛びまして、はい、17日で、17日の火曜日と火曜日が午後の6時半、18日の水曜日が午後の2時、京都は2回このインフォメーション講演会をいたします。はい。でその次に今度は名古屋へ、向かいまして、これが9月の19日木曜日、これは午後の2時から、ウィンク愛知というところでいたします。あ、ごめんなさい、京都場所忘れましたけれども申し上げるの、17日がウィングス京都、はい、これが午後6時半、その次18日の水曜日が午後2時、これがコープイン京都で行われます。それで名古屋が19日にありまして、で最後が広島、これが21日の土曜日、午後2時から広島の、健康福祉センターで行われます。それで最終が22日の日曜日でして、これは午前中の朝10時から、広島病院という、これは針とかをなさっている広島の随所園という医院さんなんですけど、そちらで、お部屋を貸していただいて、そこで、最後のドクターインフォメーション講演会をいたします。はい、以上です。これちょっとチャットに書いてある内容の広島の後の数日、名古屋、はい、22日が広島でよろしいんですかね。22日がそうです、21と22ですね。あ、ごめんなさい、私はちょっと、ああ、わかりました、わかりました、わかりました、ちょっと書き方が分かりにくくて、はいはい、あ、そういうことか、わかった、こういうことなんです、こういうことなんですね。あ、失礼しました、私がわかりました、こういうことですね。私の書き方がちょっと、はい、こういうことですね、よろしくなくて、はい、ということで、皆さん近くの方ね、これは参加費用は、あ、これはすべて無料です。はい、それでお問い合わせはですね、はい、これ電話番号とかでいいかしら、あるいはメールで、これちょっと今書きますね。ブルーのグルーニング、はい、ホームページとか出しておきますけど大丈夫ですか。それがね、はい、ホームページがそのなんていうか世界全部一緒っていうのでかえって分かりにくいので、はい、あ、シオン悦子さんが何が先生、あ、ぜひちょっと待ってください。じゃあちょっと今一番簡単というと変なんですけれども、確実というか、はい、私の方へ、こちらが高橋のメールアドレスですので、こちらへいただければきちんとした、はい、チラシをですね PDF で、お送りしたりとかもできると思いますので、はい、そうなんです、コクチーズっていういくつかそういうサイトとかにイベント情報として入れていただいているので、そこからもお申し込みはいただけると思います。はい、あ、どうもありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。じゃあということで、ちょっとじゃあ映像の方行きますかね。はい、はい、ちょっとこれから1時間40分ぐらいではないかと思うんですが、東京で公演、去年公演したね、そうですね、あ、これも私がちょっと拙い翻訳をしておりますが、はい、あ、これね、みんな見たくて見たくてしょうがなかった映像なんですよ、実はやっと出せることになりました。はいはい、ということで映像の方行ってみたいと思います。それではね、はい、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。終わられたら、どうぞ教えてください。十分な分入ってます。すみません。飛ばす。
schönen guten Abend an Sie alle. いらしている皆さん、心からご挨拶をさせていただきます。Ich freue mich ganz besonders, Sie begrüßen zu dürfen heute Abend. 今夜こうして皆さんにご挨拶させていただくのは本当に私は嬉しく思っています。Zum Vortrag Heilung auf geistigen Weg. この精神の道における治癒、この講演会によくいらっしゃいました。Durch die Lehre Bruno Grönings. そしてブルーノ・グルーニングの教えによる治癒の道。Medizinisch beweisbar. でこれは医学的に証明されているものです。Ich möchte auch Spiritual TV ganz herzlich begrüßen. そして私は、Spiritual TV の皆さんにも心からご挨拶いたします。Freue mich, dass Sie da sind. で皆さん今日ここにいらしてくださったことをとても嬉しく思っています。Der Bruno Gröning hat uns gesagt, ブルーノ・グルーニングが私たちに言いました。Dass das ganze Universum von einer ganz besonderen Kraft erfüllt ist. ここはもう本当に世界中に特別なエネルギーが流れている。Und dass wir mit dieser Kraft uns verbinden können. でそのエネルギーと私たちはつながることができます。Und dazu möchte ich Sie heute Abend einladen. そして私たちは今日皆さんをぜひご招待したいと思います。Häufig auf den Informationsvorträgen weltweit, die weltweit gehalten werden. このドクターインフォメーション講演会は非常に世界中でたびたび行われています。Entstehen Heilungen. でその中で治癒が起きています。Bruno Gröning empfiehlt uns, dass wir in einer bestimmten Position sitzen. でその中でブルーノ・グルーニングは私たちにこう決まった、ね、正しいポーズっていうのを教えてくれています。Damit die Energie frei fließen kann. そのポーズを取ることで、そのいいエネルギーをですね、いくらでも取り込むことができる。Und ich mache das einfach mal vor. ちょっと皆さんにお見せしますけれども。Er sagt uns, dass wir Arme und Beine nicht kreuzen sollen. まずはその足と腕はね、組まないでください。Ganz locker da sitzen. 本当になんていうかリラックスして座る。Und die Hände ganz locker auf dem Oberschenkel. で、両手は両膝の上に開いて。Und die Handflächen schauen nach oben. で、この手のひらが上を向いている状態にお願いします。Damit wir etwas empfangen können. で、これは要するに何かをこう、ね、受け取るっていうそういう形。Ganz wichtig. で、一番大事なのは、ist aber die innere Haltung. この私たちの心の内側の姿勢なんです。Dass wir ein offenes Herz haben. 私たちが開かれた心を持って。Das heißt, dass wir uns von allem, was heute so am Tag war, einfach mal trennen. どういうことかっていうと、今日一日の中で私たちがいろいろあったこと、そういったことと今ここで一度分かれてください。Erlauben Sie sich einfach für sich hier zu sein. 今この時間っていうのは皆さんは自分自身のためだけにいるっていうことが許されている時間なんです。Der Bruno Gröning sagt,Wir sollen in dem Punkt egoistisch sein. ブルーノ・グルーニングは私たちは時にはそのエゴイストであるべきだと言っています。Damit wir das Gute empfangen können. それによって私たちはいいスタートを始めることができます。Ich möchte Ihnen vom Ablauf des Vortrages berichten. でここでちょっと最初にこの講演会がどういう形で進むかお話ししておきます。Ich möchte auch ganz herzlich Dr. Knöringer begrüßen.ドクターのクヌリンガ先生からもご挨拶いただきますが、er wird sich auch gleich selber noch vorstellen. で、自己紹介の後、seine Frau, 奥様の、auch sie wird sprechen nachher. で、そのドクターの後に奥様からも、お様ですので、お話をいただきます。Dr. Knöringer wird zwei Fälle zeigen. で、クヌリンガー先生からは2つの事例をご紹介させていただきます。Wo Heilungen geschehen sind, 治癒が起きた事例ですね。Von sogenannten unheilbaren Krankheiten. でその治癒っていうのは俗に言われているその不治の病、そういうものからの治癒です。Er wird auch über seine eigenen Erfahrungen im Freundeskreis berichten. でそれと同時にご自身が何を自分がこういう会に入って体験したかそちらのお話もいただきます。
Und Sie werden auch einen kurzen Filmausschnitt sehen. で、その後、ドキュメンタリー映画の抜粋、それを見ていただきます。Wir haben einen Bruno Gröning Dokumentarfilm. で、ブルーノ・グルーニングのドキュメンタフィルムっていうの、ドキュメンタリー映画っていうのがありまして。Ja, einfach über die Zeit, in der Bruno Gröning gelebt hat. で、これはあの彼がまだ生きていた頃の、その時のを再現したものです。Über 80 Zeitzeugen wurden dafür interviewt. で、その中には80人以上の直接ブルーヌのね、会った人、その生き証人の、証言が含まれています。Wir können natürlich nicht den ganzen Film heute Abend zeigen. 今夜はちょっと時間がないので全部見るわけにはいきませんけれども。Aber einen kurzen Ausschnitt. でもその中から抜粋したものをちょっとご覧いただきたいと思っています。Damit wir innerlich jetzt uns ganz sammeln können. で、どうぞ自分たち の,、ね、その心の中を今整理して beginnen wir mit einem Stück Musik. でこれからまず音楽をかけて、始めたいと思いますけれども und ich möchte Sie nochmal einladen alles Negative einfach beiseite zu tun also Sorgen Krankheiten irgendwelche Belastungen auch geistiger Art. でもう一つ皆さんにぜひお勧めしたいのは皆さんの中にあるネガティブな、ね、マイナスのそういう考えとかを 今ここでどうぞ脇へ置いてください。その中にがその中に不安とか、ね、心配とかそれとかもしかしたら病気のことそんなことももしあったらそれも全部今は脇にちょっと置いてください。Der Bruno Gröning hat immer wieder uns auf den Körper aufmerksam gemacht. それともう一つブルーノが言っていたのはどうぞ皆さんの体に、ね、注意をしていてください。Er sagte, achten Sie auf Ihren Körper, was Sie spüren. で皆さんどうぞ自分の体に何を感じるか、それに注意していてくださいと言っていました。Und wenn Sie sich einen Gefallen tun wollen heute Abend, でもしなんかこう皆さんがこう感じたことがあれば、versuchen Sie das nicht mit dem Kopf zu verstehen. でそれを、ね、こう頭で理解しようとしないでください。Bruno Gröning sagte, mit dem Verstand können Sie mich nicht verstehen. Bruno Gröning が言ってるのは、私のことを頭で理解することは難しいですと言っています。Nur mit dem Herzen. ただ心で、気持ちで私を知ってください。Schicken Sie Ihren Kopf auf Urlaub. だからその頭の考える、そこの部分はちょっと夏休みあげて、どっかにあげて、送ってくださいと言っています。Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz viel erleben können.どうぞ皆さんがね、多くのことを今日この時間の中でこう感じてくださることを願っています。Und wünschen Sie sich das auch einfach. で、きっと皆さんもそういう簡単なね、こう望んでいらっしゃると思います。Thank you.
Ja, bitte entschuldigen Sie, wir haben jetzt den Rechner kurz austauschen müssen. ちょっと今ちょっと交換する必要がいろいろあるので、ちょっとお時間かかって申し訳ないんですけれども。Jetzt haben wir den Ersatzrechner, aber es wird gleich funktionieren.Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Matthias Knöringer. Und ich bin Arzt aus Deutschland. Bei uns sagt man Schulmediziner.私たち の, 国ではそれを医学的な学術的な医学と言っています。Und ich habe eine eigene Praxis in Deutschland. 私はドイツに自分の診療所を持ってまして。Und in meine Arbeit fließen auch noch alternative Heilweisen mit ein. でそれで、いわゆる代替医療みたいなそういう形のものを、しています。Ah, das ist die berufliche Seite.Praxis. それは私 の, 仕事としての部分であって。Und in meiner Freizeit helfe ich hier mit in diesem Werk und berichte über die Heilung auf geistigen Wege durch die Lehre Bruno Grönings. 私の余暇時間の中でこの交流会の中での MWF というその医学のグループの仕事をしています。Ja, wenn Sie jetzt acht Jahre zurückgehen mit mir.ちょっと8年前の私のことに戻るんですけれども da saß ich auch wie Sie in einem Vortrag mit diesem 私も皆さんと同じようにある、インフォメーション講演会に参加しました es waren ein paar Leute mehr da もうちょっとたくさんの人がいましたけれども ja, ich saß drin und nach einiger Zeit spürte ich ein Kribbeln an den Händen で私もそこへ参加して座って割とすぐにですねこう手のひらと足にピリピリこうなんかこうムズムズそういうのを感じました。Ein sehr wohltuendes Gefühl. それはすごくこうどん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 こうなこう強くなってきて。Ich hatte ähnliches auch schon vorher gespürt. ですから私はもうその講演会始まる前からこう何かを感じている状態でした。Ja, es wurde bei dem Vortrag berichtet über Heilungen, eben was Sie auch heute hören werden.で今日皆さんもお聞きになるように私もそこで、治癒事例というのを聞きました。Ja, jedenfalls ging ich dann nach Hause. で、それが終わりまして私は家に帰りました。Und ich habe das wiederholt, was sie auch hier machen. Sich hinsetzen, diese offene Haltung mit offenen Händen und ja, nicht geschlossenen Beinen. で、私は家に帰ってから今日その講演会でねやってたのと同じようなポーズをとってもうアインシュタインというのをちょっとやってみました。Und ich habe es wieder gespürt, dieses Kribbeln auch in den Händen. そしたら本当に家でもさっき会場で感じたのと同じその手のムズムズというのがその手足に感じることができました。Und nach einiger Zeit, nach einigen Wochen, habe ich festgestellt, dass eine ja, Krankheit verschwunden war, die ich hatte. それから1週間ぐらいしたときに私ははっきりと自分の持ってた病気をね、それがなくなったということを認識しました。Ja, es war ein chronisches Reizdarmsyndrom, das ich hatte.それは私 の, その慢性的なその胃腸の病気だったんですけれども mit chronischem Durchfall で慢性的にちょっとお腹が緩くなるそういう感じでした und ich hatte alles versucht, um davon wegzukommen, das loszuwerden で私はそれのためにすでにいろんなところへお医者様ももちろん行きましたしあらゆる手段を試してみました
Ja, seit der Kindheit hatte ich das. War in Krankenhäusern, bei vielen Ärzten, aber... Ja, ich war sehr dünn, ungefähr 20 Kilo leichter als jetzt. Und naja, jedenfalls war das verschwunden. Wenige Wochen nach diesem Vortrag. Und dann habe ich begonnen, noch mehr mich damit zu beschäftigen. Und habe gesehen, es gibt eine sogenannte medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe. Und diese Fachgruppe dokumentiert Heilungen, die durch die Lehre Bruno Grönings eingetreten sind. MWF というグループでは、こういう治癒がですね、このルーノ・グルニングのこの力を通して起きているということをこう記録しているグループなんです。Ja, also nicht nur Heilungen von funktionellen Belastungen. それはあくまでもその何かがこう変わったことっていう、そういう物理的なことというよりではなくて、Ja, sondern Heilungen auch von chronischen, organischen Erkrankungen.要するにその慢性的であるとか、まあ、そういう、もともと治りにくいそういったものが治るということなんです。Also auch Heilungen von Krebs. 例えば、がんからの治癒であるとか。Und dann habe ich gesehen, dass viele hundert Ärzte daran teilnehmen. で、私は100人以上 のドクターがですね、そこに参加していることを知りました。Es sind mittlerweile Tausende von Ärzten und anderen Heilberuflern in über 80 Ländern, die in dieser Fachgruppeでそのうちにどん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 それが広がりまして、まあ、ドクターだけではなくてその医療に従事している方そういう人が1000人以上80カ国に及んで活動しています。Ja, man kann ihm sagen, wesentlich sagen, wir haben zwei Aufgaben. でみんなその2つずつの2つ自分の仕事と、まあ、そういうこちらでのグルーヌ交友会での仕事というのとして。Ja, zum einen die Dokumentation der Heilungen.In Schriftform mit ärztlichen Befunden. そして私たちはまずはそういう、治癒があった人のその、検証っていうんですかそのどういう流れかというのをまず作ります。Ja, da konnten mittlerweile Tausende von Heilungen dokumentiert und archiviert werden. そして、1000人以上のもう記録を、記録としてきちんと持っています。Ja, der zweite Teil unserer Arbeit ist quasi die Information.In Vorträgen wie diesen hier. で、2つ目というかもう一つの、まあ、活動というのが今日私がしているようなこういうインフォメーション講演を、各国でするということです。Ja, wir Ärzte können voll dahinter stehen, was hier geschieht, was hier ja, zu Ihnen gesprochen wird. これは大事なことは要するにこのブルノグリン交友会の後ろにはそういう、ドクターのグループがちゃんといるっていうことなんですね。Ja, dann ist es für jeden frei zugänglich.Kostenlos, ohne Mitgliedschaft. で、この素晴らしいところっていうのは、全く無料で参加をすることができる。そして、全く自由意志でそれを行うことができるということなんです。Ja, wir können bezeugen, dass wirklich Heilungen eintreten, auch von sogenannten unheilbaren Erkrankungen. で、そしてその中で、こういう、不治の病とされていることが、こうやって治癒として起こっているんです。Ja, ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie wir das dokumentieren können.Ich zeige Ihnen ein Beispiel von einer Heilung von Schwerhörigkeit. Ja, die junge Frau hatte eine komplizierte Geburt, eine Zangengeburt. Und sie erlitt einen Hörschaden, also einen Innenohrschaden. Also einen organischen Schaden des Ohres mit entsprechender Schwerhörigkeit. Und Sie sehen das hier in diesem Hörtest. Das ist der Hörtest für das rechte Ohr. Und hier für das linke.
Das ist die Hörkurve. これがそのカーブなんですけれども、聞こえている音の。Diese Hörkurve müsste normalerweise hier geradeaus weitergehen. 普通はこの線がですね、下に下がらないでまっすぐのになければいけないんです。Man sieht bei den Abfallen der Hörkurve bis auf 70 Dezibel hinunter. で、10あったものが、まあ、途中からこう70まで落ちてしまっているのがわかると思うんですけれども。Das stellt einen schweren Hörschaden dar, bei dem auch ein Hörgerät benutzt werden muss.でこれぐらい落ちているとですね、普通はあの補聴器をつけないとなかなか聞こえないレベルです。Das gleiche besteht auf beiden Seiten. これは両方とも同じような形で出てますけれども。Das ist normalerweise ein Befund, wo der Ohrenarzt leider sagen muss, das wird nie wieder besser werden, weil es in den Ohr zerstört ist. でこれは医学的に耳鼻科のお医者さんとか専門医が見た場合には、もう残念ながらこれはちょっとこう治癒。することは難しい。なぜならその要するに内側の部分でね、その損傷を受けているのを治すことは難しい。これが1986年。Und Sie sehen, es hat sich nichts verändert. Der Befund ist also in der Nachfolgeuntersuchung genauso schlecht. 1993年にまたもう一回ちょっとテストしてますけれども、まあ、大して変わりがない状態なんですね。Yeah. Und in dem Zustand kam sie dann.Auch zu einem Vortrag und hat gelernt, diese Heilkraft aufzunehmen. ちょうどこの時期に彼女はブルノグルーニング講演会にこういう、インフォメーション講演会に参加するわけです。Und sie hatte in einiger Zeit morgens nach dem Aufwachen ein Erlebnis. で、それからその後参加した後にある朝ある体験をします。Sie hatte einen starken Druck auf dem rechten Ohr. まず最初にその右耳になんかゴンという音がして。Und nach kurzer Zeit wich dieser Druck. Und plötzlich war sie in der Lage zu hören auf dem Ohr. Ja. Und wir haben vom selben Tag den Hörtest. Da können Sie etwas ganz Erstaunliches sehen. Die Hörkurve hat sich nämlich fast vollständig normalisiert.でそれで驚くべきことにはその日その音がした時にもカーブがですねほとんど正常に近いぐらい戻っていた。いや、das ist absolut nicht erklärbar medizinisch, warum sich diese Hörkurve hier normalisieren kann, wenn es in den Ohren zerstört ist. 医学的にはその内耳の部分でそういう障害を受けているのにこんなところまでその聴力が戻るということは説明がつかないものです。いや、sie hat das gleiche Erlebnis dann auch später links gehabt.で彼女は同じ経験をその音がしてそれが消えたら耳が聞こえるっていうのを左耳でもその後に体験しています。 Ein starker Druck auf den linken Ohr, der wegging. で左耳の音がしてでそれが消えた時耳が聞こえるようになった。 Und sie konnte normal hören auf dem linken Ohr auch. そしてそれからは左耳も普通に聞こえるようになりました。 Sie sehen auch hier den Befund, der anschließend erhoben wurde. でこちら左耳もですねまっすぐにかなり近く戻ってきています。 Die Hörkurve hat sich auch hier fast vollständig normalisiert. ほとんど普通の状態です。 Und gleichzeitig sehen Sie aber hier rechts hat sich der Befund nun wirklich ja, vollkommen normalisiert. でその時に最初に治療が起きた左右耳こちらはもう完全に正常なところに最後の方のちょっと区分もなくなって全く正常な状態になっています。Und in einer weiteren Nachuntersuchung sieht man auch links, dass sich nun der Befund wirklich normalisiert. で、その後の、検査では、左耳も全く正常なところにまで戻りました。Also schaffen die meisten auch nicht, das ist das Hörvermögen eines 10 bis 20-jährigen Menschen. で、この今、この状態で聞こえているのはほとんど10歳から20歳のもう本当に若い人が聞こえている音、それと同じぐらいのレベルです。Yeah.Ich muss dazu sagen, diese Untersuchungen werden alle von unabhängigen Ärzten gemacht. それともう一つ申し上げたいのは、これをテストしているのは、交友会とは全く関係のないお医者様です。Also wir Ärzte der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe machen keine Untersuchungen. で、私たち、MWF のブルノグルーニング交友会の中のお医者様っていうのは、こういった検査というのは一切しません。Sondern wir holen dann die Befunde von den Ärzten ein, wo der...Entsprechende Person war. ですからそれぞれの友が個人的に通っているそのお医者様のところでこういう検査をしてもらって。
それをその後、私たちの方でチェックしている、そういう形です。Ja, in diesem Fall hat auch der behandelte Hals-Nasen-Ohren-Arzt gefragt. Wie das geschehen konnte. Und die Frau hat ihm von Bruno Gröning erzählt. Und so hat er einen Brief geschrieben an die medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe.そしたらそのドクターがその私たちのその演壇の方へその手紙を書いてきて、und hat gefragt, ja, ob wir erklären können, wie das geschehen konnte. で、とてもあのこういうこと起こることはあの考えられないっていうそういうコメントを出しました。Ja, wir können es nicht erklären, wie es geschehen ist im Einzelnen. で、どういうふうにしてこういうことが起こるのかっていうのはあの説明はですね。Aber es reicht uns vollkommen aus, dass wir sagen können, dass es geschehen ist.その理由はわからないけれども、でもこういうことが起こるっていうことを私たちは皆さんに申し上げることができるんです。Ja, es gibt zahlreiche Heilungen wie diese. この例のような素晴らしい治癒がですね。Das lässt sich besonders schön dokumentieren, weil man die Hörkurven dann sehr gut vergleichen kann. で、こうしてきちんとしたその、まあ、データを持って記録されている。それが私たちのしている仕事なんです。Ja, das zweite ist eine Heilung von Osteoporose. Also Knochenerweichung sozusagen. Und die ältere Dame litt unter Rückenschmerzen. Und der behandelte Arzt schickte sie zur Knochendichtemessung.で、おじさまのところに行って骨密度を測ってもらいました。Und es zeigte sich eine beginnende Osteoporose. で、そこで先生は、あなたそろそろ骨粗鬆症が始まってますねと診断されました。Sie wurde behandelt mit der entsprechenden Medikation. で、あの、そういう時に出されるお薬、そういったもので、を処方されました。Einen Teil vertrug sie nicht, der musste abgesetzt werden.で、あの、まあ、物によってはちょっと少なめに服用したりですね、そういうことをしましたけれども。リスオープン。リスオープン。そうです、リスオープン。私、日本語であの手を開いていただいて。Ja, das Problem verschärfte sich und sie bekam mehr Schmerzen und musste einen Gehstock benutzen beim Gehen.でもどん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 痛みがひどくなって、でもまたあのその杖なしではね、ちょっと歩けない状態になってしまいました。Man sieht jetzt in der zweiten Untersuchung hat sich der Befund verschlechtert. で、もう一回あの検査をしたら、今度は 51.7 までまた下がってしまったんですね。Und der Kalksalzgehalt des Knochen ist weiter abgesunken. で、この骨密度も下がってしまいました。Ja, sie hat dann auchaufgenommen oder angefangen, den Heilstrom aufzunehmen. この女性は、1996年にブルノ・グルニングの教えに入門しまして、ja. Und sie berichtete, dass sie nach dem Vortrag innerhalb einer Woche schmerzfrei wurde. で、この講演会に入った、講演会じゃなくて、その入門案内を受けた後、1週間で痛みがなくなりました。Ja, es war dann so, dass der behandelte Arzt nochmal eine Nachfolgeuntersuchung veranlasst hat. お医者様のところにもう一度行ってこの検査を受けたんですけれども。Und zunächst sah man, dass sich nichts verändert hat. Die Knochendichte war gleich geblieben. で、まあ、骨密度は相変わらず、さっき51だったのが49で、まあ、大して変わらない、同じような状態だった。Ja, obwohl sie schmerzfrei war. だけどもあの痛みはもうなくなってました。Es wurde dann einige Zeit später nochmal eine Untersuchung gemacht.それから経ってもう一度また、検査を受けました。Ja, und jetzt sah man etwas ganz Erstaunliches. で、驚くべきことに。Denn die Knochendichte hat sich jetzt nun vollständig normalisiert. 80.1 これはあの全く通常のこの年の女の人にしては通常の骨密度です。Also vollkommen normal für das Alter.本当に全く正常値です。Das ist etwas, was ich sonst nie beobachten könnte in der Praxis. こんなことはもう本当ちょっとありえないようなことです。
Wir haben neue Medikamente, mit denen wir ja, den, das Fortschreiten der Krankheit aufhalten können. Aber wir können nicht die Knochendichte steigern mit Medikamenten. だからなんかいろんな新しい薬とかもありますけれども、まあ、よくてね、その前から悪くはさせない。それはできるけれども、こんなあの高い数値に上げるということはちょっと難しいというかありえないと思います。Ja, wir können klar sagen, dass hier ein Bezug besteht zur Aufnahme der Heilkraft. で、ここでも彼女はやはりその、ハイルシュトロームを取り入れてまして。Das ist natürlich medizinisch überhaupt nicht erklärbar, wie das geschehen konnte. で、これは医学的にはこういうことが起こるということは説明ができない、そういうものです。Ja, auch hierfür gibt es zahlreiche weitere Beispiele von Heilungen. で、これも本当に素晴らしい治癒です。Und es ist erstaunlich, wie diese feinstoffliche Kraft auf den harte Substanz wie den Knochen einwirkt. ですからこの私たちが受け取った彼女が受け取ったこのエネルギーがその骨にまで作用していたとしか考えられません。Da sind Sie nochmal hier den Verlauf der Knochendichte. これはあの骨密度を棒グラフにして表したものなんですけれども。Ja, dieses plötzliche Ansteigen bis auf einen Normalwert. これを見ていただくとよくわかるように、もう突然1998年と1年後にここまで突然にあの骨密度が上がっているっていう。Ja, absolut außergewöhnlich. 本当にあの、まあ、稀なあの治療です。Ich möchte hier kurz zeigen, wie ein sogenannter Erfolgsbericht, also ein Heilungsbericht entsteht. Es so, wenn eine geheilte Person berichtet, dass sie eben eine Heilung bekommen hat. Dann wird der Bericht von einem Laienhelfer aufgenommen.でそうすると各コミュニティにいるサクセスレポート担当の人がそれを、まあ、送るわけですね。でそれがお医者様たちで、構成されているグループのところに送られて、でさらに、検証をかけていきます。Und ihr überprüft anhand auch der Dokumentation, ob diese Heilung ja erklärbar ist oder nicht.で医学的に例えばこれはこういうふうにしてたらそれは治ることあり得るっていうものもありますから、それをこれが本当にあの医学的に治ること可能性があるものなのか全くそうじゃないのか、そこの判断をします。 Und nur wenn er sieht, ja, der Heilungsverlauf ist nicht erklärbar. で本当にこれは医学的には絶対ありえないっていうものを、 Und der Zusammenhang zur Aufnahme der Heilkraft ist klar ersichtlich, dann wird der Bericht aufgenommen. でそれでさらにそれとその治癒を得た人がそのアインシュテリンをしていたハイブシュトロームというものとの関係、それが明らかにその経過の中で確かめられた場合に、ja, der Arzt schreibt einen Kommentar und unterschreibt mit seinem Namen, dass er dafür steht. そのドクターはこれは明らかにそのこのハイブシュトロームの取り入れによって起きたものとしか考えられないというコメントを作ります。Und dann kommt dieser Bericht in eine weitere Prüfgruppe.でさらにこれをあの専門の先生のところへグループのところへ送ります。 Das ist eine Gruppe von Ärzten. でこれはあのドクターの集まりで verschiedene Fachärzte, auch Zahnärzte, Psychologen. それぞれの専門分野別にあのグループが分かれています。 Und sie machen praktisch nochmal eine Kontrolle von dem, was hier in dieser Gruppe gemacht worden ist. でそこでさらに専門医だけがあのもっとあの検証をかけて、wir haben sogar mittlerweile Fachärztegruppen, wo dann zum Beispiel Internisten nur solche Berichte ansehen oder Hals-Nasen-Ohrenärzte Ohrenberichte. でそうするとそれぞれが専門の、分野に関する治癒を担当して、さらにそれを細かくあの検証をかけていきます。Ja, Sie sehen, wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst und haben den, ja, wirklich den, den Vorsatz, alles genau zu dokumentieren und überprüfbar zu machen.でそれらをまた しっかりと真摯に受け止めてこう本当に正しいものであるかというのをあの確かめていきます。 Ja, diese Berichte werden archiviert in einem großen Archiv in Deutschland. でこれがあの全てドイツにある、書庫の中にですねあの保管されていきます。 Und ein kleiner Ausschnitt ist auch veröffentlicht auf unserer Homepage im Internet.
でその中のいくつかは一般にも公開されてホームページの中に、そういう治癒として皆さんがご覧になれるようになっています。 Wir als Ärzte spüren einfach, dass es etwas ganz Besonderes ist, was wir einfach weitergeben müssen, die Information. で私たち医者にとってこれは本当にこんな簡単でこんな素晴らしいこと、これを世の中に伝えていかなきゃという、そういう使命をも感じています。 Ja, denn es ist außergewöhnlich, dass die Menschen einfach lernen können, die Heilkraft von sich aus aufzunehmen. 本当にただ人がそういうふうに簡単にそのエネルギーを取り入れることができて、 Und es, ja, jedermann kann Heilung erleben. そして誰もがこの治癒を得ることができる。Natürlich kann keine Heilung versprochen werden, das ist auch klar. もちろん私たちは決して治癒を必ずですよということは決して言うことはできません。 Aber es sind wirklich, ja, unzählige Heilungen geschehen. で負けたけれども、この私たちの講演会の中では数えきれないぐらい の治癒が起きています。 Und zwar mittlerweile auf der ganzen Welt, ja, auf allen Kontinenten. で今では本当に全世界すべての大陸に、この、治癒が起きています。Ja, ich möchte gerne meine Frau vorstellen. 私の妻をご紹介したいと思います。Sie ist eine ganz wichtige Stütze für mich. 彼女は私をとってもよく支えてくれています。Zahnärztin auch im medizinischen Bereich tätig. 彼女も司会としてこの MWF の活動に参加しています。こんばんは。私はメラニー・クヌリナです。私は歯医者です。Mehr Japanisch kann ich nicht. Entschuldigung. Ich bin gemeinsam mit meinem Mann auf diesem Vortrag gewesen vor 8 Jahren. Ich war 8 Jahre alt, als ich mit meinem Mann auf diesem Vortrag gewesen war. Mich haben neben den Heilungen noch zwei andere Sachen sehr beeindruckt.で私は隣に座っていて、そこで発表報告を聞いていた2つの治癒事例にとっても心を動かされました。Zum einen, dass dort ein Arzt war, der vor sein ganze Wochenende in Deutschland herumrotiert, Vorträge ohne Geld dafür zu verlangen. で私がびっくりしたことは、要するにお医者様がその週末の時間を全くお金ももらうことなしにこういう活動をしているということにも驚きました。Von meinem Beruf, von meiner Fortbildung her kenne ich das nicht, dass irgendwas kostenlos gibt. で私医者としてね、このいろいろ学んできて知ってる中で、お医者様が無料でそういうことをするっていうのは今まで私はどこでも見たことがありませんでした。Und das andere war, dass man etwas erfahren konnte, etwas erleben konnte, was man mit nach Hause nehmen konnte, was man umsetzen konnte zu Hause. Ganz einfach.でそこで見て知ったことをもう家に帰って簡単に同じように行うことができる、これが素晴らしいと思いました。Wir mussten uns keine Bücher kaufen, nichts investieren, wir konnten gleich anfangen nach dem Vortrag. でそれのためになんかこうね、なんとかのこんな分厚い本買わされるわけでもないし、別にそのなんか特別に入会金とかそういうのが必要なわけでもないし、ただそのまま家に帰って聞いたことをそのままやるだけって、それぐらい簡単なのにもびっくりしました。 Wir beide stellen uns zusammen zweimal täglich ein. で私たちは1日に2回一緒にこのアインシュテレンを行いました。 Wir nehmen diese Heilkraft für uns selber auf, aber auch für unsere Patienten.で私たちはもちろん自分自身のためにも、お願いをしましたけれども、私たちそれぞれの患者さんのこともお願いをしました。Ich selber darf zwei von diesen Arbeitskreisen in der Schweiz leiten. で私は今この、医者のグループの、スイスの、スイスの、お医者様のグループを、2つ担当しています。Das ist eine große Freude, weil wir bekommen da die Erfolgsberichte aus einem großen Bereich. いろいろな分野にわたって多くのそのサクセスレポートが届きます。Das sind nicht nur Heilungen von Menschen.
でその中にはあのただ人間のねそのそういう治癒ばかりではなくて、sondern wir haben auch Heilungen von Tieren und Pflanzen。でその中には動物とか植物の治癒そういったものもあの含まれているんです。Wenn man das sieht, dann ist einem schon klar, dass das nicht auf Suggestion oder Hypnose beruhen kann。でこれを見てわかるのはその明らかにこれはそういう、まあ、催眠術であるとか何かその特別なことをしているとかそういうことではないっていうのがこれでわかります。Das ist was ganz anderes, was größeres dahinter steckt。そこ後ろに何かがねこう隠れてるとかそういうものじゃない。 Ja, dafür bin ich dankbar。 そのことを私は本当に感謝しています。ありがとうございます。Ja, ich möchte Ihnen noch kurz eine Heilung schildern, die ich ganz für ganz bemerkenswert halte. Für ganz bemerkenswert halte, eine Heilung. Also, もう一つ、あの、非常に、こう、あの、印象的なその治癒をちょっとお話します。Das ist normalerweise etwas, wo man sagt, das ist absolut unheilbar. Das gibt es nicht, dass man das behandeln kann.で通常ではもうあの不治の病でちょっと無理だと言われるような事例です。Zwar geht es um einen Mann, der ja, nach dieser Reaktorkatastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl. この男性はあのチェルノブイリで原子炉の事故がありますね。あの後に zu den Aufräumarbeiten eingesetzt war. でそこの事故現場の掃除をですねするっていう仕事でそこへ送り込まれました。Die Arbeiter haben damals praktisch mit den, ja, ohne große Schutzvorkehrungen das verstrahlte Material beseitigt dort. で、当時まだその完全なあの防護服っていうのを与えられない状態で彼らはその被爆したもののね、あの掃除とか片付けをしなければなりませんでした。Ja, weil sie gar nicht informiert waren, wie gefährlich diese Strahlung war. で、彼らにはそれがどれくらいその危険なことかということは知らされていませんでした。Und Ja, in seiner Arbeitsgruppe starben dann auch ja, alle im Laufe der Zeit. で、そのうちにその一緒にその時仕事していた同僚が、まあ、少しずつこう亡くなっていきました。Und er hatte auch einen schweren Strahlenschaden erlitten. で、彼自身もあの被爆をして、まあ、あの重い重症の状態になりました。Es waren verschiedene Organe betroffen und vor allem das Gehirn. で、いろんなあの器官に影響が来ましたけど、あの頭にも脳にもそれが来てしまいました。Ja, letztendlich sagten auch die Ärzte, sie können ihm nicht mehr helfen und haben ihn zum Sterben nach Hause geschickt quasi. で、お医者様はもう残念だけれどもちょっととても助けることはできないって言ってあの家に帰ることを勧めました。Ja, er wollte aber nicht sterben. で、もちろん彼は死ぬことなんか望んでいませんでしたので。Und ja, fand dann auch zur Lehre Bruno Grönings und hat gelernt, den Heilsturm aufzunehmen. それでブルーノ・グルーニングのこの教えと出会って。このハイルストロームを受け入れる、あの取り入れる、それを始めました。Und er hat tatsächlich die Heilung auch bekommen, die vollkommene Heilung von dieser Strahlenkrankheit. それによって彼は本当に完全なる治癒ですね、被爆の、から得ることができました。Er ist vollkommen gesund, auch heute noch. で彼は今でもあの生存していますし。Das ist unglaublich, wie man sieht, ja, welche Möglichkeiten man hat durch die Aufnahme dieses Heilstromes.でこの事例というのは本当にどれくらいねあの不可能なことがこのハイルシュトロームを通して起こるかということを本当に表していると思います。Ja, auch die Heilung ist dokumentiert. Wir haben die offiziellen Befunde der Gesundheitsbehörden aus der Ukraine. でウクライナのその、いわゆる健康局って言いますかそちらへも、この治癒の報告を、オフィシャルに、提出しています。 Ja, es wurde auch ein Film gedreht über ihn und seine Heilung.で彼のその治癒をですね私たちは、まあ、あのフィルムにして Sie können diese Heilung auf Internet sehen, auf YouTube. でそれを YouTube の方に私たちは、出していますので、 Die sogar japanisch übersetzt. でそれは日本語にも訳されていますので皆さんもぜひご覧になってください。 Also absolut sehenswert. で本当にこれは見る価値のあるものです。 Yeah. Yeah.Jetzt ist es wichtig, dass Sie dann mehr hören über Bruno Grönig und seine Lehre. で彼の、教えをですね、さらにもっと聞くことがとても大事かと思いますので。Bevor Frau Tinberg spricht,
zeigen wir Ihnen jetzt den Ausschnitt des Dokumentarfilms. で、またヘミングさんがお話になる前に、ドキュメンタリー映画の抜粋をご覧いただきます。1949, there is a big fuss about a man called Bruno Gröning, who is known in the media as the miracle healer. Thousands of people go to see him in various German cities. There are continual reports about new, unbelievable healings. Even people diagnosed as incurable by physicians swear by his wondrous powers. Some call him a messiah, others a charlatan. I was in Rosenheim today at the Traberhof. You won't believe what was going on there. There were thousands of people. And Gröning. Oh, God, that Gröning. Are you going to start with that again? There were so many sick people there in wheelchairs and on stretchers, and suddenly some of them stood up. Now, stop it. Ich hatte eine gelähmte Hand. Ich konnte den Löffel nicht mehr. My hand was paralyzed. I couldn't bring a spoon to my mouth anymore. And my lame hand was treated as well as possible. But it was still lame. Aber sie war immer noch gelähmt. Ich wurde im Jahr 1943 an Bord eines U-Bootes verwundet. I was wounded in 1943 on board a submarine. My left elbow joint was shattered and I was brought to the Naval Hospital at Stralsund, where I was operated on. Wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte... After the operation, they found that my arm couldn't be moved and remained bent. I was like that until 1949. That was how people knew me. I was often just called the one-armed man because it looked as though my left arm was artificial. Es war sehr schmerzhaft und diese chronische Ischias. It was very painful, this chronic sciatica. It travels down the back of your leg, gradually causing paralysis. Alles, was man da unternehmen konnte, ist auch gemacht worden an Spritzen und Behandlungen. Everything possible was done with injections and treatments. In the end, the neurologist said, I can't help you anymore either, so I'm sending you to Bethel, to Professor Jaspersen. He was my superior, and he is the man here in Eastern Westphalia. Go and see him. And that's what we did. He examined me thoroughly and then said, I can't help you either. You have to go back home. And then my husband had come with me. Then he said to my husband, you should buy a wheelchair so your wife can get out once in a while. She's still young. Sie ist ja noch jung. Die Sache verschlimmerte sich so sehr. It got so severe that I actually was in pain, day and night. I could only lie on one side. I could walk very little and bent over, and I could hardly work anymore at all. So gut wie nichts mehr arbeiten. Naja, es kamen also immer mehr Menschen, bis es dann mal Tausende waren. Well, more and more people came, more and more people, until there were thousands. I would guess up to 5,000, you know? It was hard to estimate. And then the healings took place again, perhaps an even greater number. Also, vielleicht noch in größerem Ausmaß die Heilungen. Einer von den One of the people lying on a stretcher got up and said, I'm well. Gut, es geht mir gut. Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. What I saw were the people in wheelchairs, and there were quite a number. I don't remember anymore how many, who actually followed Gröning's command and got up out of the wheelchairs and pushed the wheelchairs themselves. That's what I saw. Sind aus den Rollstuhl aufgestanden und haben den Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Beeindruckt hat mich eigentlich das erst nachher, solange ich dort stand. It was only later that I was impressed by it all. As long as I was standing there, as long as he was speaking, nothing impressed me, to be entirely honest. It was only when I saw the effects on the people in wheelchairs, the blind boy, and then afterwards, a few days later, with my father, that I naturally had an entirely different opinion. That's normal, isn't it? Then you have to change your opinion. Beforehand, I just, well, I don't want to put it that way, it was just something I watched. The facts are convincing, you know. I'm not very gullible, you see.
First I have to see something happen. Weltgläubig ist aber so. Ich muss zuerst so Verschiedenes sehen. He just looked at me, like this. And I showed him my hand. So, more or less. And then, I don't know, was there a table there or something? In any case, I had my hand like this. And suddenly my fingers were drumming, like drum fire, a long time. Eine ganze Weile. And at that moment, the paralysis was gone. It went away within half an hour. Es ging binnen einer halben Stunde. Ich habe dann versucht. Then I tried to straighten my arm, which had been like that for years, and it became straight. Er wurde gerade. And then I could only yell, I can move it, I can move it. Er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen. Natürlich war sehr kritisch. Naturally, I was very critical. I didn't know which pigeonhole to put it in. As far as I knew, it could be hypnosis or suggestion, you know? A couple of possibilities came to mind where I might put it, but it didn't fit in them. It was simply something completely different that I just never experienced before and couldn't fit into my existing knowledge. Und mit meinem Wissen nicht einordnen konnte. Man konnte sich das nicht erklären. People couldn't figure it out. A person they'd seen going around for years with a stiff arm could suddenly move it. Then the question naturally arose, how did that happen? And then I actually always spoke in favor of Gröning and said I hadn't believed it beforehand, but had been convinced through my own healing that he was able to do something with me that the medical doctors just hadn't been able to. Dass er etwas konnte, was eben die Mediziner nicht geschafft haben bei mir. In diesen einen einzigen Augen, that moment, in that very second, in that one single second, it happened. I can't say what. I can't explain it to you. Even after 45 years, I don't have any explanation. In that single second, he stood up, and I stood up with him. Stand er auf, und ich stand mit auf. Wieso, weiß ich nicht. Ich stand einfach auf. How, I don't know. I simply stood up from the sofa I was lying on. In that moment, all the pain was gone. Schmerzen weg. Ich konnte ganz gerade stehen, ohne jede... I could stand completely straight without any disability, and I stood opposite him a very short distance away. He wasn't very tall, hardly taller than me. I could look him right in the eyes, and I looked him in the eyes, and I saw a radiance in them that I can't describe. And at that moment, I had the feeling, if you hadn't stood up then, you would have missed your last chance, your very last chance to become well again. Deine einzige allerletzte Chance, wieder gesund zu werden. Ich stand da ohne Schmerzen. I stood up straight without pain, and I had always been so proud of my straight posture, which I wasn't able to have for a year. I had struggled from table to chair, and then I stood there and was free. And I was happy in a very special way. Sonderbare Art und Weise glücklich. During a community hour, Adolf Groth meets Bruno Gröning. He was suffering from stomach cancer and had been given up by the doctors. Der Krieg, der hat uns gestempelt. Der Krieg. The war put its stamp on us. The war destroyed us. That was the whole thing. Emotionally destroyed. During the war, we weren't normal human beings. We were hyenas. As a normal human being, you can't shoot anyone. But we had to. Either you or me. That's not normal. Entweder du oder ich. Das ist doch nicht mehr normal. Unser Leben. And our life was hanging on a thread. And then you look for something. Just like in the war, where you're the front, you grasp at straws. Something you can hold on to. Wo man sich an festhalten kann. Nee? Jeden Moment kann das aus sein. It can be over at any moment. It's awful when you experience something like that. It's no wonder that we got sick. That we were emotionally destroyed. Krank worden, da wir seelisch kaputt. Ich stand noch mit einem Bein im Grab. I stood with one leg in the grave. That's how sick I was. Ich wollte Hilfe. I wanted help. Ich konnte nicht mehr essen und nicht. I couldn't eat anything anymore. Nothing. Und wie ich später erfahren habe, mein Hausarzt... As I later learned, my family doctor said that I had stomach cancer. Magenkrebs. Und dann sind wir da hingefahren, wie... wieder. And then we drove over there. I don't know anymore how that came about. Somehow we were with several people. Then we drove there, and then there was salvation. It was salvation for us, for all of us there. The hall was full. That was salvation for everyone. Für alle.
Also man war wie von neu geboren. So you felt newborn. That's how light you felt. The heaviness went out of the body. Aus dem Körper raus. In dem Moment und auch noch and at that moment, and also thereafter, as we drove away, we weren't sick anymore. We didn't perceive anything, any more of the sickness. It was gone. Gleich. And as soon as I got back, I could eat again, and it didn't come back again. Auch nie wieder. So einfach. Aber das That's simple. But that was the transmission of Gröning's powers, which he radiated. And the body was charged up, and then the body could run freely again, a free current, you could say. Then everything can function normally again. So sagen, dann kann alles wieder normal gehen. Und wer das nicht glauben will, dann muss das sein lassen. Aber mein Glauben... And if you can't believe, then just forget about it. But nobody can take my belief away from me. I have this attitude. I had it back then, and I still have it. And I do very well with it. Und ich fahre gut mit. Ich werde alt. I'm getting old. Nee, I am old, or getting old. How do you say it? And that is the most beautiful thing. I take joy in life. That I'm still here, and that I'm still healthy. Und dass ich noch gesund bin. The rush to Bruno Gröning continues to grow. Some see in him a new messiah. Others consider him a charlatan. Die einfach unter die Haut gehen. Das war damals von den Zeitzeugen. Aber das Wunderbare ist, dass die Heilungen auch heute noch geschehen. Die Beispiele, die Dr. Knörringer gezeigt haben, beweisen das. で今あのクヌリンガ先生があの説明してくださいましたようにああいったことが今でも起きているんです。Ich selber bin auch eine von geheilten. 私も自分自身でそういった治癒を頂戴しています。Ich bin vor 13 Jahren zum Freundeskreis gekommen. 私は13年前にあのこの交友会に入りましたが。Und es ist ein Wunder, dass ich überhaupt dazu gekommen bin.で私がこの教えと出会えたっていうのはもう本当奇跡に近いものになります。Weil ich unter schwersten Depressionen gelitten habe. なぜなら私はもうこれ以上ないぐらいのかなりのひどい鬱状態でした。Ich wollte keine Menschen mehr sehen. で私はもう人っていうものと会うことが全く嫌で。Alles war dunkel um mich rum. で私の周りは全てがもう暗黒で。Alles war schwer. もう全てが本当に辛くて。Ich habe viel geweint. もう本当にしょっちゅう泣いていました。Und dann komme ich zum Freundeskreis, Bruno Gröning. そんな中で私はブルーノ・グロイング交友会と出会いました。Und spüre schon bei dem Vortrag. で、もうその最初の講演会で私は感じるものがありました。Dass irgendwas in mir geschah. なんか私の内側にこう来るものを感じました。Irgendwas wie Befreiung. で、そしてそれが何か私をこう解放してくれるってそういうものを感じました。Und nach einigen Wochen, それから何週間かしたときに、war ich plötzlich frei. 私は本当に突然に自由に解放されました。Die Depression war einfach verschwunden. そのうつっていうのが突然に消えてしまったんです。Einfach weg. 本当にもうとにかくただ消えちゃったそういう感じでした。Und ich habe das daran festgestellt. で私がそれを確信したのは。Dass ich mit einer Freundin telefoniert habe. Und ich habe gelacht. Ich wusste seit Jahren nicht mehr, wie Lachen geht. Und plötzlich habe ich gelacht. Und ich wusste, jetzt habe ich ein neues Leben geschenkt bekommen. 私はその時に自分が
Ich hatte sofort den Wunsch, das anderen Menschen mitzuteilen. Dass es Erlösung gibt.ね、そういうものにも必ず解決方法があるっていうことを伝えたいんです。Ich hatte noch gar nicht richtig verstanden, wie das geht. 私もまだ全然それがどういうふうにすればこうなってっていうその理屈は全然わかりません。Aber ich hatte erlebt, dass es die Wahrheit ist. でも私はそれが事実であるということを自分自身で体験しました。Ich möchte Ihnen ein wenig über Bruno Gröning berichten, einfach ein paar Stationen. 私はせめてね、その、せめてじゃない。私はそのいくつかのそういうブルーノ・グルーニングの教えをそう知らせるね、そういうバス停のようなそういうものに自分がなりたいと思っています。ブルーノ・グルーニングは1906年ダンツィクというところで生まれました。全く普通の家庭で、insgesamt waren es sieben Kinder. で7人兄弟で、ブルーノ・グルーニングは das vierte Kindブルノグルーニングの一番末っ子でした。Er ist zur Volksschule gegangen. で、小学校に行って。Und hat viele, viele Berufe ausgeübt. で、いろいろな仕事の訓練もしましたし。Es war ja dann auch Kriegszeit. で、当時はまだ、というか戦争の時代でしたので。Und er musste an die Front. で、彼も戦争に参加しなければなりません。Dort hat er den Menschen geholfen.彼はそこでも人を助けました。Überall in seinem Umfeld, sogar als er schon noch kleines Kind war. で、もうとにかく自分の周りにいる人誰でも助けました。それも自分がまだ子供の頃から。Sind wundersame Dinge und Heilungen geschehen. で、そういうもう驚くような治癒をもう幼少の頃から彼の周りでは起こしていました。Wenn er Tiere gesehen hat,例えば彼が動物を見ると、die belastet waren, その動物が怪我をしてた人たちですね。Dann hat er ihn über den Rücken gestreichelt und gesagt, du wirst wieder gesund. で、彼がこういうふうにこうさすって撫でてあげると、もうその動物が元気になって、で走っていく。Und so war es auch. Und so war es auch. そんなことがこう次々起こっていました。Als er aus dem Krieg zurückkam, で彼は戦争から戻ってきて、war er in einem Ort genannt Dillenburg. Dillenburg というところなところで。Und dort ist auch sein Grab. そこには今現在は彼のお墓がありますけれども。Nicht sehr weit von Dillenburg entfernt gibt es einen Ort, der Herford heißt. でそのディレンブルクからそんなに離れないところにヘルフォルトという町があります。Und in Herford, da lebte ein Mann, ein Industrieller.でそこのヘルフォルトという町にこう実業家 の, 人がいて、dessen Sohn litt unter Muskeldystrophie. でその坊ちゃんが筋ジストロフィーだったんですね。Und er war bettlägerig. でその坊ちゃんは、ベッドに寝たきりで、er konnte so gut wie nichts mehr alleine tun. で一人では何もほとんどできなくて。Und dann hat der Vater Bruno Gröning gebeten, dem Sohn zu helfen.でそのお父さんがブルーノ・グルーニングぜひ私の息子を助けてほしい、そういうふうに頼みました。ブルーノ・グルーニングは hingegangen. でブルーノ・グルーニングはそこへ行って und hat mit dem Jungen gesprochen. その男の子と話をしました。 Er hat die Menschen nicht angefasst. で彼は決してその人を触ったりとか、ね、そういうことはしませんでした。 Er hat immer nur zu den Menschen gesprochen. 彼はただその人と話だけをしました。 Der Wunsch des Vaters ist in Erfüllung gegangen.Der Wunsch des Vaters ist in Erfüllung gegangen. でそのお父さんのこの希望はですね叶えられて、kurze Zeit später ist der Sohn aufgestanden und konnte wieder laufen. それからしばらくしてその坊ちゃんは歩けるようになりました。 Natürlich ist das in die Öffentlichkeit getragen worden. でもちろんそういうことはですね世の中にこう広まって、 viele, viele Menschen sind dort zu diesem Haus gekommen.でその実業家の家にどんどんいろんな人がそう訪ねてきたわけですね。Weil die Eltern gesagt haben, dass Bruno Gröning von da aus wirken darf. でこの家にはそのこの家でそれが起きたっていうことで。Damit es auch andere Menschen erfahren können. でそれによって他の人たちもそれを体験できる。Und so hat Bruno Gröning auf dem Balkon gestanden. でそれでブルーノ・グルーニングはそこのバルコニーに立って。
Und hat zu den Menschen gesprochen. Viele, viele Heilungen sind geschehen. Später in diesem Jahr ist er nach Rosenheim gegangen, im Süden von Deutschland. でそれからその年の、まあ、しばらく経ってから同じ年に、もう少し南のですねローゼンハイムという町に彼は移動しました。 Dort war ein großes Pferdegestüt. でそこには大きい牧場があってですね。 Und dort kamen bis zu 30.000 Menschen täglich. でそこに毎日3万人の人がこう押し寄せたわけ。Es gibt einen ganz kleinen Eindruck, man kann es nicht wirklich ganz klar sehen. はっきりとは見えませんけど、これがその時の本当の写真ですね。Es sind Menschenmassen, das ist Rosenheim. 本当にもう人がもうわーっとこう、もう隙間もないぐらいにこう集まって。Und plötzlich riefen die Menschen aus, ich kann wieder sehen. で、そうした中で突然人がこう叫び出すわけです。私また目が見えるようになったとか。Ich kann wieder gehen. あ、また歩けるようになったとか。Und viele haben ihre Rollstühle selber nach Hause geschoben. で、そこに来て、車椅子で来ていた人たちが、そこから帰るときには自分で自分の車椅子を押して帰るって、そういうことが起きました。Und die Frage war natürlich, wie geht es weiter? で、もちろん、じゃあそんなことがどうやって、こう起こるんだっていうのがもちろん湧くわけですけれども、 Bruno Gröning hat Gemeinschaften organisiert. でそこでブルーノ・グルーニングはその後そういうグループをですね作りました。 Und das haben wir auch heute noch. それが私たち今も続いているわけなんです。 Und wir haben hier eine Gemeinschaftsleiterin. でここ日本では、グループリーダー、コミュニティリーダーがいまして、Frau Takahashi, sie ist in Tokio Gemeinschaftsleiterin. で、私が東京のコミュニティリーダーをさせていただいている高橋と言います。Und ich möchte auch gleich ganz kurz Frau Okamoto vorstellen. で、もう一人横浜のリーダーをしている、岡本さんをご紹介します。Sie leitet die Gemeinschaft in Yokohama. で、彼女は横浜のコミュニティをのリーダーとして活動しています。Und mit diesen beiden Freunden wären sie auch oder sind sie auch im Nachhinein in Kontakt? でこの二人でこういろいろコミュニケーションを取りながら、und da können sie ganz viel über Bruno Gröning und seine Lehre noch erfahren. でこれこの二人を通して、皆さんもですねどんどん、ブルーノ・グルーニングの教えを実際にご自身で体験していただきたいと思います。Weil wir können ja heute Abend nur die Punkte ganz kurz anschneiden.なぜなら私たち今日はこの短い時間で、まあ、ちょっとこう大雑把にですね、全てをご説明する必要がありますので。 Was tun wir denn in den Gemeinschaften? じゃあ一体私たちコミュニティで何をするのか。 Bruno Gröning hat gesagt, allein ist der Mensch zu schwach. ブルーノ・グルーニングは人間は一人では弱すぎると言っています。 Wir hören über die Lehre Bruno Grönings. でブルーノ・グルーニングの教えの中には、 Wir hören Heilungsberichte.こう、サクセスレポートという治癒事例、治癒報告で、それをみんなで聞く。So wie Sie eben auch von Tschernobyl gehört haben. ちょうど今皆さんチェルノブイリの、ね、事例をお聞きになったと思いますけれども、 Das macht den Menschen Mut. で人間はそういうのを聞くと勇気が出るわけですね。 Auch mir kann geholfen werden. そう、もしかしたらじゃあ私のことも、ね、助けてもらえるかもしれない。 Und so geht es weiter in der ganzen Welt. Überall gibt es Gemeinschaften.そういう形でそのコミュニティっていうのはお互いにそういうこう希望をそういうのを与える、そういう形で、機能しています。 Frau Dr. Knöringer hat eben auch angesprochen mit der Heilkraft, Heilstrom hat sie gesagt. でさっきクヌリンガ先生の奥様もおっしゃってたように、そのハイルストロームをね、その感じることができる。 Heilstrom hat Bruno Gröning die göttliche Kraft genanntで、ハイルストロームのことをブルーノ・グルーニングは神のエネルギーと名付けました。Und diese Kraft fließt einfach in Wellen permanent um die ganze Erde. で、このエネルギーっていうのは世界中どこにでも常に流れているものと彼は言っています。Und es gibt keine Grenzen, man kann sie überall aufnehmen.
で、これにあの限りはなくて、人はどこででもこれをね、取り入れることができます。Bei Handys erlebt man das, hat man irgendwann keinen Empfang? ハンディの、携帯電話だとね、人はこう受信できないところっていうのがありますよね。Aber diese Kraft kennt keine Grenzen. だけれども、このエネルギーに関しては、どこにもダメなところっていうのがないんです。Und wenn ich mich im Herzen damit verbinde, dann bin ich verbunden. で、私が心からそれを、それとつながりたいと思えば、それでつながることができるんです。Und ich weiß nicht, was Sie jetzt alle so spüren. Vielleicht spüren Sie ja was. で、私、今、皆さんが、まあ、そういうのをもう感じられたかどうか分かりませんけれども、Es kann sein, dass Sie auch Schmerzen spüren.もしかしたら皆さんの中で痛みを、ね、感じている方もあるかもしれません。Und das nannte Bruno Gröning Reinigung, Regelungen. で、その痛みのことをブルーノ・グルーニングはその浄化のための痛み、レーゲルングと名付けています。Wir können uns ja von den Dingen trennen, geistig. で、あること、私たちは良くないことを精神の中でこう離れる。それを自分から決別させる。Von den Dingen, die negativ sind. なぜならそれが良くないことだから。Und wenn wir die Kraft aufnehmen, そしていい力を、エネルギーを取り入れる。Dann ist das wie ein Putzen im Körper. で、それは一種のお掃除と同じことなんですね。Und dann findet die Reinigung statt. で、ここでこうお掃除が始まるわけです。Und das ist manchmal schmerzhaft. で、時にはそれが痛みを伴うことがあります。Und da sagt Bruno Gröning, das kann ich Ihnen nicht ersparen. Und das ist ja, also, 誰もそれパスすることできない。ブルーノ・グルーニングが言っています。Reaktionen geschehen manchmal. そういう反応っていうのは必ず起きなければいけないものである。Dann haben Sie eben auch das Wort einstellen gehört. で、皆さんもすでに今日einstellenという言葉をお聞きになったと思いますけれども。Das Bruno Gröning hat das mit einem Radio verglichen. で、ブルーノ・グルーニングは、まあ、ラジオをね。例えに用いました。Wenn wir den richtigen Sender haben wollen, müssen wir auch so lange drehen, dass wir ihn haben. で、ラジオを聞くときっていうのは、うまくチューニングがね、こう合うまで、こういうふうにこうあの微妙な調節をしなきゃダメですよね。Und so ist es bei uns auch, wenn wir mit der richtigen Quelle verbunden sein möchten. で、それは私たちの体も同じで、私たちが本当に正しいね、エネルギーの源とつながるためには、自分をこううまくこう調節しなきゃいけないわけです。Dann stellen wir uns mit dem Herzen darauf ein. で、そのことを私たちは心から、あ、その行為を私たちはアインシュテレンと名付けています。Und mich hat es wirklich auch erstaunt am Anfang. で、私は最初本当に驚いたんですけれども。Dass es so einfach ist. な、もう本当これが簡単だということ。それに驚きました。Weil mehr müssen wir ja gar nicht tun. これ以上のことする必要がないわけですから。Die Bereitschaft im Herzen, ich will gesund werden, ich will glücklich sein. で、ただ心の中で私は健康になりたいとか私は幸せになりたい。Dann kann es geschehen. で、それさえ思えばそれでそれが起きる。Und wir haben auch das gehört. Das Ganze ist auch noch kostenlos. で、もう皆さんお気になったようにこれそれに対しての何も起こらない、何もお金がかからない。Alles im Freundeskreis geschieht auf Spendenbasis. で、全ての活動はあの寄付金で成り立っているんです。Freiwillig. それも自由意志による寄付です。Keiner von uns verdient irgendetwas. で、私たちの中の誰一人として、この活動によってこうお金を得ている人はいません。Weltweit halten Ärzte Vorträge. で、世界中でお医者様が講演会を行っています。Schließen ihre Praxis in der Zeit. で、講演を行っている間は、もうドクターたちはですね、自分の診療所は閉めてるわけですね。Verdienen kein Geld. その期間は、その要するに収入を得ることができないんです。Und werden aber auch nicht vom Freundeskreis bezahlt. だけどもその分じゃ私たち3日閉めますから3日分を請求したとかそういうことは絶対何も行われていないんです。Dieses Werk ist ein Werk der Nächstenliebe. で、これが何で行われているかというと、もう一重に本当に隣人愛なんです。Und auch ich bin hier aus Dankbarkeit. で、私は本当に感謝しているのは、dafür, dass ich die Heilung bekommen habe. こうして自分が治癒を得させていただいた。その感謝の気持ちから私はこういった活動をさせていただいています。Und es ist mein Wunsch, dass in dem ganzen Bereich Südostasien. で、私の望みというのは、この東南アジア、この地域すべてに。Und besonders auch hier, wo so viele Dinge geschehen sind.
で、この日本にはすでに多くのことがもう起きていますので、特別に日本のこと、Die Heilung geschehen dürfen. 日本にこの治癒が起きるっていう、それを望んでいます。Natürlich müssen wir ja, Kosten bezahlen wie für den Raum. で、もちろん私たちは例えば今日ここの部屋代とかを払わなければいけないわけですけれども、Und alle, die im Freundeskreis Freund sind, すべての友、交友会の。Wir haben ja keine Mitglieder. で、まあ、友であって、決して会員とかね、そういうものではない。Mitglieder würden Mitgliedsbeitrag bezahlen. Haben wir nicht. 会員というのはその会費とかそういうのを払わなきゃいけないわけですけれども。Wir haben Freunde. 私たちは単なるブルーノを通しての友達なんです。Und diese Freunde bekommen viermal im Jahr Schulungsmaterial. で、そして私たち友は年に4回学びの教材というものを受け取ります。Wir haben eine große Übersetzungsgruppe. で、私たちは交友会の中にその翻訳のグループというのもありまして。In vielen, vielen Sprachen, das ändert sich täglich, deshalb kann ich es gar nicht genau sagen. で、毎日どんどん増えますから、はっきりとは言いませんけれども。Aber über 40 Sprachen wird übersetzt. 40カ国語以上に翻訳が行われています。Und auch Japanisch? で、もちろん日本語のもありますので。Dank der liebevollen Hilfe der Freunde.その友のね、こういう愛でこういうものが出来上がっています。Ich könnte das nicht. 私はこんなことできません。日本語わかりませんから。 Ja. Und dieser Schulungsbrief beinhaltet Beiträge von Freunden. で、この学びの手紙の中には要するに友達からの報告、それが載せられているんです。 Die über ihre guten Erfahrungen berichten mit Bruno Gröning, mit der Anwendung der Lehre. で、この中はその具体的なね、私がこうやってブルーノ・グルーニングの教えをこう活用してこうなりましたとか。Diese Schulungsbriefe werden viermal, dreimal im Jahr, Entschuldigung, einmal am Erfolgsberichtsband. で、この学びの手紙というのは、年に3回出ます。それと別にサクセスレポートっていう、これは治癒事例だけを集めたもの、これが年に1回出ます。Werden an über 70.000 Freunde geschickt.で、これを世界中7万人以上の友に無償で送っています。 Da entstehen weltliche Kosten. で、ですからそれのためのお金ももちろんかかります。 Und deshalb bitten wir immer um eine liebevolle Spende. ですから私たちは常に心からのその愛による自由意志の寄付、それをお願いしています。 So wie Sie es im Herzen spüren. それは皆さんの心に感じられる、それを頂戴できたら嬉しいと思っています。で、今日もこちらにこの箱を置かせていただいておりますので、もうすでに入れていただいています。 Und ich habe einfach die Bitte an Sie, so wie Sie es spüren. ですから今日もぜひ皆さんがもし何かを感じられたのであれば、 Wenn Sie es spüren, dass Sie eine Spende hineingeben. ぜひご寄付をお願いいたします。 In diesem Werk ist es ein Geben und Nehmen. で、これはもうひたすらなんていうの、この教えっていうのは自分から話して、そして、いいエネルギーをもらう、そういうものです。Und wir haben jetzt neue Interessierte hier. で、今日は新しく来てくださった方もいらっしゃいますので。 Und ich stelle am Ende immer die Frage. で、いつも最後にお尋ねするんですけれども、 Ob denn Interesse besteht, weitere Informationen zu bekommen.で、皆さんの中でさらにこうインフォメーション、これをこの教えをもっと知りたいという方がいらっしゃいましたら、Ich möchte aber auch noch erwähnen, もう一つちょっとお話したいのは、dass wir auch Kinder- und Jugendgemeinschaften haben. 私たちはその若者と子どものコミュニティというものも持っています。Auch viele auf der ganzen Welt. これは世界中にいっぱいあります。Und die Kinder erleben es ganz schnell.で、子供っていうのはこういう教えを本当に早くに、ね、自分のものにするんですね。 Kinder sind so natürlich noch. で、子供にはまだ自然さっていうのが、それがすごく残されているので、 Die öffnen sich, bitten und es geschieht. 彼らは本当にもう素直に心を開いて、それでいいものを取り入れて、そうするとことが起きるわけです。 Yeah. Wir spielen gleich noch ein Stück Musik.今から一曲音楽をかけますので。
Und da möchte ich Sie noch mal einladen, ganz bei sich zu sein. で皆様にもう一つお勧めしたいのがどうぞ一緒に心を開いて ganz in ihren Körper hineinzuspüren そしてその音楽を心の中にこう取り込んで und wenn Fragen sind stehen wir natürlich gerne jederzeit auch im Nachhinein noch zur Verfügung でいつでもそのご質問とかあれば私たちお答えさせていただきますのでやでは動かします。
Bruno Gröning hat damals die Menschen in den Vorträgen gefragt, was sie gespürt haben. Und die Frage möchte ich Ihnen gern heute Abend auch stellen. Ja. もう音楽を聴いてて、すごいエネルギーがバーッと入ってきてて、心地いいってところにいて、最初の方ではちょっと肩の方が痛くなったりとかあったんですけど、それも抜けて、あとハートのところがグワーッてきてて、ジョジョワーッてそれも抜けて、今も何もなくなって、気持ちよく自分に入れた、早いなと。So sofort so viel Kraft gehabt und dann hat sie ein bisschen so Schmerzen und so, aber sie ist auch verschwunden und so ganz gut. Können Sie denn schon glauben, dass das jetzt Regelungen sind, dass das Reinigung ist mit den Schmerzen? その先ちょっと痛かったとおっしゃるのは、それを富田さんはそれいわゆるさっき言ってたレーゲルング、それだったのかなってこう思われます？いや。Sehr gut. Subarashi. Ich finde das, fand das am Anfang nicht so leicht zu glauben. Ich musste das lernen. Haben Sie auch was gespürt?肩がキーンと痛かったのが今それはなくこう動かすとまだ痛いんですけどキーンと痛かったのは今ないです。それは、ね、いらっしゃる前に痛かった前から入ってきてずっと痛かったでここに入ってでこれをやり始めたらすごくまた痛くなったんですけどその痛みはないんですけどまあちょっとまだ動かすと痛いんですけどね、何もしなくければ痛くなるUnd in der Zwischenzeit ist es so schwer geworden, so noch schlimmer geworden. Und dann jetzt ist es ziemlich leichter geworden. Wir freuen uns immer, wenn jemand Schmerzen hat.で私この交友会の中では誰かが痛いって言うとみんなで喜ぶんです。nicht weil wir uns freuen, dass jemand leidet. でそれは誰かが苦しんでることを喜んでるんじゃなくて、sondern weil wir wissen, dass da Reinigung geschieht. それは私たちがあそれはあなたお掃除が始まっているのでそれが分かってるからそれを喜ぶんです。weil das zeigt ja, dass die Kraft wirkt. でそれはもうまさに何よりの証なんです。そこにエネルギーが働いているという。Und das gleich beim ersten Mal, wenn Sie da sind. で、初めていらっしゃったんですよね。Sie hatte gestern mit der Erkältung. 確か昨日は風邪をひいていらっしゃったんですけれども。Und das war verschwunden am Ende. それはもうかこの講演会にいらした後、もう亡くなってしまったんですね。はい、ありがとうございました。この辺りも刺さるような感じとなんかずっと刺さるような感じとかあともともと足首が弱いんですけどやっぱりちょっとなんか足首の痛みで座ってるのに痛みが出てそれとですねすごく気持ちがいいんだけれども自分の中でなんかこうやって痛みというよりもエネルギーを受け取った時にこのぐらいのぽよぽよしたセロハンとかビニールでこうやってギュッてこうやって圧縮されてるよう な,、うん、なんか体全体ですか、うん、そんな感じを感じてました。So, sie hat ziemlich starke Schmerzen. Und danach also, hatte sie früher so Probleme bei den Beinen.
Karl Kaiser. Und dort ist wieder dieser Vegetum, wenn ich mal zu bekomme. Und außerdem sehr angenehme also, Gefühl. Und dazu, also diesen irgendwie, dass sie vom Plastik oder Folie, mit Folie, total so fix so eingewickelt, solche Gefühl hat sie. Aber das ist doch so angenehm. Aha. Das Interessante ist ja, dass jeder was anderes spürt. でこれ面白いのは人によって本当に感じられることが違うっていうのがまた、すごく特徴的でして。Aber egal wo sie auf der Welt hingehen, keiner ist genauso wie sie. だけど世界のどこに行ってもその今おっしゃったようなことと同じことを言う人は誰もいない。皆さんがそれぞれ違う。Kein Mensch gleich dem anderen. 誰も同じ人っていない。Und deshalb erleben wir auch alle was anderes.ですから私たちもそれでいろいろと知ることができる。私は手のひらと手の指、指先とあと足の裏、足の指先が非常にビリビリ、ビリビリ、ビリビリ、まだビリしてます。今のクリーム、下のクリーム、あれ、フィンガー、オンあれ、そう。Zehen. Immer noch. Ja, schön. Haben Sie auch was gespürt?私も大体同じなんですけど、やはり手の先がそこは暖かいというか、ビリビリ、ビリビリというか、まあ、こう、エネルギーを感じますね、暖かいもの。で、珍しいのはやっぱり足の先までこう暖かいというか、エネルギーがこう出てる感じがするんですよね。気が出てるような感じというか。で足の先まで気が出るような感じっていうのはちょっとすごく珍しいと思ったね。これはすごく全身自体 の, その、まあ、エネルギーラインがすごく整って、すごくエネルギーが 回ってるか通ってる状態であると思われるんですよね。相当これは効くんじゃないかなと思いますね。相当ね、いろんな人エネルギー的な問題で多分病気になってる方はこれ多分経験されると確かに治ってしまう。だからその車椅子の方が歩いてしまったっていうのは、その人たちはやっぱりエネルギー的な滞りがあったはずで歩けなかったはずなんですけど、これでエネルギーが全身に回っちゃったんで歩けるようになっちゃったと僕はちょっと思うんですけどね。はい。Fußsohle. Und dazu hat er so bemerkt, so diese gute, so, so diese Strom, so Kreislauf, das hat er auch so sich bemerkt. Und damit konnte er sich gut vorstellen, haha, damit so wirklich so die Leute, die damals nicht also laufen konnten, dadurch so richtige so.Also Energiestrom generiert. Er ist sehr, sehr begeistert davon. Ja. Schön, dass Sie so viel gespürt haben. Also, Koizumi-san がそうやってご自身でね、そういうふうにこう感じてくださったっていうの。Das ist nicht immer, dass jemand etwas sofort spürt. で、これはね、実は皆さん今日それぞれに、すごくいいことを言ってくださいました。誰もが初めての時にこれだけ感じるとは限らないんです。Manchmal braucht man ein wenig Zeit. 人によってはこうある時間がかかって初めてそれを感じることができたりとか。Frau Okamoto, was haben Sie denn gespürt? 岡本さんは今日何を感じましたか？足の裏が暖かくなって、なんか出ていくのか入っていくのかわからないけど、何かがこうどっちかに動いてる感じがして、マイネルなんか何かが入ってくるような出てくるようなで。すごく眠たくなってました。Also bei dem Füßen soll es sehr, sehr warm geworden und sie hat irgendwie eine Energie hin und her, also bewegt. So ein Gefühl hat sie heute und angenehm müde. Ja, wir sind am Ende des Vortrages angekommen. Ja, so, so, so.
講演会が終わりに近づきましたけれども、Es wird einen Nachfolgevortrag geben. で、この後にさらに続きのフォローアップがございます。Die Frau Okamoto ist so lieb und wird ihn halten. で、岡本さんがそれを行ってくださいます。Da erfahren Sie viel mehr noch über die Lehre ohne Röhnings. で、そこにどうぞ皆さんがもっとたくさんの、ね、ことをブルーノ・グルーニングに教えることを、知っていただければと思います。Die Einladung liegt dort vorne, die bekommen Sie dann. Wenn Sie hier. で、こちらにそれのご案内もありますので。Ja. Ich muss jetzt einfach noch mal fragen. で、もう一度ちょっとお尋ねするんですけれども。Die Neuen, die heute hier sind. 今日初めていらした方。Ob Sie dabei sein möchten, weiteres erfahren möchten. で、さらにこの教えを知りたいという方がいらっしゃいましたら、dann würde ich Sie bitten, dass Sie einen Zettel ausfüllen mit Ihrer Adresse. で、どうぞそのご住所とかね、そのお名前をあちらに紙がございますので、どうぞお書きになってください。Denn dann sind Sie Freund. で、それを頂戴できたこと、頂戴することで、皆さんもブルーノ・グルーニングの友となられます。Und dann bekommen Sie das Schulungsmaterial zugeschickt.で、それによってこの学びの教材を皆さんのところにお送りしますし、ohne Adresse geht das nicht. だけどもその住所いただかないとそれを送ることができないので、ich kann nicht viermal im Jahr nach Tokio kommen und das bringen. それを、ね、年に4回私が東京に来て困るわけにいかないので、ja, und die beiden Gemeinschaftsleiter sind dann mit Ihnen in Kontakt. で、私と岡本さんが引き続き皆さんとの、コミュニケーションをさせていただきます。Sie kommen dann, bekommen die Einladung zu den Gemeinschaftsstunden. ですから、この3週間ごとに行われているコミュニティ、会合のご案内とかもさせていただきます。Für die, die Englisch sprechen, gibt es noch eine zusätzliche Möglichkeit. 英語を、ね、話す方たちのためにはもう一つ可能性がありまして、Wir haben Gemeinschaftsstunden über das Internet. インターネットで、会合を持っています。Die dauert ungefähr zwei Stunden, alle drei Wochen auch. で、これも3週間ごとで、1回の会合はだいたい2時間ぐらい かけて行います。Da lernen Sie auch, genauso wie auch hier in den Gemeinschaften in Japan, wie man sich einstellt und dass wir das zweimal am Tag machen.で、1日2回するアインシュタイン、これをその会合の中で一緒に友と行ったりします。Die ganzen vielen Details, die wir jetzt gar nicht nennen können. Die ganzen vielen Details, die wir jetzt gar nicht nennen können. で、その他の細かいことに関しては、ちょっと今ここでは全部ご説明できませんので。Für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. で、今日はこれでご挨拶終わりとさせていただきますが、Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind. Und wünsche Ihnen aus ganzem Herzen, dass Sie viel Gutes durch die Lehre ohne Röhnings erfahren dürfen. Bruno Gröning sagte, sind Sie nicht leichtgläubig. Prüfen Sie es.すぐに信じる必要はないんですよ。ご自分で試して、そして自分で確信してください。これも彼が言っていることなんです。Und das wünsche ich Ihnen. Das ist prüfen. で、私はそれも皆さんにぜひ望んでいます。ご自分で試して、それで確信してください。Und wenn wir dann wiederkommen, freue ich mich auf die Ergebnisse. で、また私が今度来た時にその結果をね、皆さんから伺うのを楽しみにしています。Von meiner Seite alles Liebe und Gute für Sie. で、私からは本当に、これで皆さんへのご挨拶とさせていただきます。皆さんにすべていいことが起きるように心から願っています。Ja, ich möchte Ihnen auch alles Liebe, alles Gute wünschen. 私からも心からのね、皆さんへの愛と皆さんへのいいことが起きることを願っています。Ja, es gibt nur eine Möglichkeit zu sagen, das ist was für mich oder nicht.これはどうかね、それがこれは私に向いてるかしらどうかしら。Ja, muss ich überzeugen. Und machen Sie es einfach so wie ich. Stellen Sie sich ein zu Hause und spüren Sie nochmal rein. ね、これ今日帰ったらまずやってみてください。お家に帰って今日ここで感じるのと同じことをまたね、お家で感じることができるか。Und kommen Sie zu dem vertiefenden Vortrag, der dann bald sein wird hier. で、そうするとまた今度の会合とか大会とかそういうところに行ってみようかなっていうのが出てくると思います。Ja, Sie, Entschuldigung,
Wenn Sie mal Fragen haben, Sie können gerne zu mir kommen. Wir haben auch eine Fülle von Heilungen auf dem Laptop, die ich Ihnen zeigen kann, wenn Sie möchten. ご質問とかある方がいらっしゃいましたら今の治癒に関しても僕のコンピューターの中に入ってますんでぜひ聞きに僕のところにいらしてください。 Ich möchte eine kurze Anmerkung noch machen, wenn Sie sich zu Hause einstellen. もう一つちょっとお話ししたいのはご自宅でね、アインシュタインなさるとき Bitten Sie immer nur für das Gute. その時に必ずいいことだけを考えてください。 Also nicht, ich bitte, dass meine Krankheit weggeht. っていうのは要するにどうか私のこの病気をね取ってくださいとかそういう表現をしないでください。Sondern bitten Sie einfach um die vollständige Heilung. そうじゃなくて私を完全な健康にしてください。そういうふうに言ってください。 Immer nur das Positive. 常にそれはいい表現で言葉そのもの。 Das ist ja das, was wir haben wollen. でそうすると私たちはそれを得ることができます。 Und das wünsche ich Ihnen. それを皆さんにも私はぜひ願っています。Ich wüsste aber gerne, was gespürt hat. Weil konnte ja gar nicht reagieren jetzt. Aber Kamera und ne, alle nasari nagara deshita keredomo, ikaga deshita ka, nanika kanjizerareta koto arimashita? 昨日からなんか感じてたような昨日突然ちょっとここに伺うって決めた時にすごく気持ちよくなったの でここに来て、あやっぱり、この感覚同じかなっていうような、ちょっと痛みとかはちょっと分かんないですけど、はい、This is very interesting. So, as air guest and本小泉さんからそれを行くよっていう連絡があったということですか。はい、小泉 you heard her so das er heute zu uns kommt、dann ist er schon irgendwie so also angenehm oder so irgendwie das weil das kann ja nicht so genau so erklären aber also irgendwie eine gute Gefühl、undwenn er so heute hierher gekommen ist, das ist einfach so ein bisschen stört. Ah, das ist gleich hier so ein Gefühl, das ich gestern schon ne, damals bekommen habe. Ja, wunderbar. Damit so, er ist ziemlich sicher, dass es wirklich gut ist. Ja. Und das ist fantastisch, dass Sie trotzdem Sie hier so aktiv waren, das gespürt haben.だからそれはねすごいことだと思います。あだからエクストラそうそうクリーンショットだね。だけどもその普通ねそういうふうになんか他のことにこう神経が集中してるとそのなかなかこうそれを自分でああこれかっていうそういう感覚的に来るものっていうのは難しい場合があるんですね。やっぱりこううまく取らなきゃっていうことにこう気がいくでしょだからそれは本当素晴らしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。これはまだ今も出していただいたこともありますけどまだの方があれば、まあ、小泉さんもそちらお持ちでいらっしゃいますので、ごめんなさい。ごめんなさい。そろそろスタジオの方に戻ってきてみたいと思います、はい。高橋さんどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。通訳すごいね長い時間録画ですけど、ね、やっていただいたっていう、ね、そうですね。それでまた出ていただくということでよろしくお願いいたします。はい、質問とかいっぱい来てるようですけどよろしくお願いいたします。はい、はい、すごく皆さん質問も間にも出していただいて、で本当お分かりのように彼の言ってることってとても簡単なんですね。で私はもうすごく特別な言葉っていうのはそのブルーノ・グルーニングが、決めたその今シオンさんからもご質問があったハイルシュトロームっていう注力の流れ、これを取り入れる。その取り入れることがアインシュテレンという自分が自分を要するにまあチューニングするという彼が送ってくれるそのエネルギーに自分自身をまあ調節して合わせるということ。
この2つなんですね。それでもう1つは、レーゲルングという、これはあの皆さんよくご存知の交点反応ということで、そのいいエネルギーが流れることによって、その何かあの私たちの体から出ていくべきもののところでですね、やはりそれが衝突するわけですね。それが痛いとかですね、こう あるいはこの間もお一人いらしたんですけれども、初めていらした日にもうすぐに要するにこう発疹が体に出られたりとかですね、そういうことが起きます。でブルーノグルーニング交友会では、まあ、そういうことが起きたときにおめでとうっていうんですね。よくすごく素晴らしいですね、よかったですね、痛いっていう、このハイルシュトロームを取り入れたときに痛みが起きるっていうのはもうとても良いことであると。でこれはね、これだけをなんていうのかしら、事前に、知識として皆さんに持っていていただきたいんですけれども、要するにこのハイルシュトロームを取り入れるブルーノさんの教えと初めて出会って、でそれを取り入れた後、少しそのいわゆる人間社会的な今までの通念からいくと体の調子が悪いっていうね、ちょっとそういう感覚を、まあ、痛いとかですね、それが起こるかもしれませんけれども、それはそれがあるからこそ、それを乗り越えることによって次の健康にのステップにこう上るという、それがブルーノさんの言っている、教えなんですね。ですから決して怖がらずに、なんかあそこ行ったら帰って痛くなったわっていうのはそうじゃなくて、もう それが来たらもう閉めたものという感じで、そういうふうに捉えていただく。ですからその痛みとかが出た場合にも、ああこれが来たからじゃあ治るんだっていう、そういう感じで、ぜひその自分にとってのね、快適ではない感覚を捉えてちょうだいっていうのが、やっぱりブルーノさんがすごく私たちに言っていること。こればかりは私あなたの代わりにはできないと。だけれども、その私たちがその気持ち的にですね、信じることができないときには、私はどうしてもね、どうも信じきれないと。だから一緒にね、私の代わりにあなたが信じてください、そういうこともできるということでございます。はい、はい、ありがとうございます。で質問どうしようかな、私読んでた方がいいんですかね、質問ね。どっから行けばいいのかな。質問ですね。流れた音楽の中に何か入ってるのでしょうか、それともただリラックスさせるためと受け取る時間の意味なんでしょうか。これはさっき、お返事書いたと思うんですけども、この音楽の中にもそのハイルシュトロームっていうのが、でこの音楽の CD っていうのは全部ブルーノグルーニング交友会の中にいるドイツの友がですね、こう作曲してるんですね。それで演奏もすべて交友会の友が担当してまして、でそれをCD にして、今でももう何十枚も、20枚から30枚ぐらいあると思いますけれども、でその音楽の中にはすべてそのハイルシュトロームが流れているので、私はやっぱりお部屋の中にこう BGM として流しておくだけでですね、いいそのエネルギーの流れを、感じながら、こう毎日を過ごせるという、そんな感じで、使わせていただいています。はい、ハイルシュトロームとは何なんでしょうかっていう質問がありますね。でこれはドイツ語でハイルっていうのが治癒という意味なんですね。でシュトロームというのは、川とか電気とかのそういう流れですから、これは日本語で訳すと治癒力の流れってなるんですけれども、ブルーノ・グルーニングが全世界でね、この3つの次の3つの言葉だけはそのドイツ語のオリジナルで使うことを支持しているために、分かりにくいんですけれども、ハイルシュトロームっていうのをそのまま使っていますが、要するにこれが、彼がブルーノさんが天の神様から、直接持ってきてくれる
私たちに治癒を起こす、起こしてくれるエネルギーのことなんです。はい、ある種マントラみたいになっちゃってるってことかな。私がそのマントラっていうのをちょっとよく分かっていないので、つまりそうですね、そのキーワードを言うと自動的にエネルギーが流れてくるようになるとか、そういうものなんですけどね。あ、だからその自動的に流すために、私たちはそのアインシュテレンというそのさっきのポーズ、はい、その手のひら上に向けるのは何ですかっていうのは、この手のひら上に向けるっていうのは、要するに体のポーズとして、その手のひらがまあカゴみたいな形、入れ物ですよね、ここにちょうだいねっていう、そういう意味合いなんですね。はい、はい、はい、何からかな。投薬治療を、していて病気をいろいろ患っているのですが、投薬治療をしながら病気のことを考えないってどうしたらできるでしょうかとかって質問ですね。でブルーノさんはお医者様に行くとかね、お薬を飲むとか、そういうことも全然否定していなくて、ただそのお医者様に行くんだったら、そのお医者様が自分にとって一番いい、施術をしてくれると信じていきなさいと言っていたし、お薬飲む時にもですね、この薬飲んだらきっと副作用があるだろうと思いながら飲んだら、それは良くないよと、その薬を、これはちょっとこの友になられた方にはなんですけれども、ブルーノさんの写真の上にお薬を置いて、要するにこれが私にね、本当にいいものだけが作用しますようにっていう、それを信じて飲む。何につけても彼が大事だって言っているのは、やるからには、するからにはね、食べるからには、もうそれが自分に一番いいものだと信じてしなさいっていうことなんですね。で今おっしゃってたみたいに、投薬治療しながら病気じゃないって考えるってどうやるんだって、でそれはある一日、今日、あるいは明日でもいいですよ、今日ですよね、せっかくブルーノさんと出会われたんですから、今日ブルーノさんに僕の今体のね、その例えば痛いところとか不都合なもの、これをあなたにあげますって、あなたのゴミ箱に僕は今捨てますって言って、精神的にイメージとしてもう捨ててしまうわけで、もう私の中、自分の中にそういう悪いものはないっていう、その認識をしっかりご自分の中で持たれるわけですよね。でお休みになると、で明日起きてまたもし痛いとしても、同じ、何変わってないじゃないって思わないで、あ、昨日もうね、僕は彼にあげたんだと。じゃあそうすると、今日痛いのはもうこれはレーゲルングという、その治るための痛みだって、これはもうね、無理をしてでもそこで、これも一つのトレーニングと一緒なので、無理をしてでもレーゲルングだって信じるわけ、自分で。やっぱりそれは必要なんですよね。簡単にそれでハーって消えるっていう、そういう人ももちろんいますけれども、そのブルーノさんが言ってるのは、あなたがレーゲルングと信じること、それが大事だって。やっぱり精神的にそれを乗り越えていく、それをね、だから私もこれは自分で本当に自分で体験して分かったんですけれども、本当に自分でそう思えたとき、それは必ず消えるっていう、その問題となっていたことっていうのが、だこれはね、本当体験しないと分からないじゃないけど、あ、こんな簡単なことだったのかと思うんだけど、それをするのがものすごく難しいっていうのはブルーノさんもご存知で、だからアインシュテレンをして常に善の思考を自分が持てるようにっていうことで、いいエネルギーだけで自分を満たすっていう、それもまたイメージしていくわけですよね。でそういうふうにしていくと、ある時ね、本当にこうなんかスイッチが入るみたいな感じで、あ、大丈夫だって思える、それがまた来るんですよね。でそういう形で、でこれ頭で考えると、さっきもブルーノさんが私の教えを頭で理解しようと思ってもそれは難しいですよって言ってたと思うんですけれども、まさにそうで、じゃあこうなってね、お医者様が有名なその名医からこういう診断書が出てるのに、なんでそれが病気じゃないと言えるのって、そういうふうに考え出したらまず難しい。そうじゃなくて、
やっぱりもともと人間は健康であるんだというそこの部分で、今私は確かにね、そういうもう大変な病気だって言われてるけど、これは今の状態、お医者様っていうのはそれを探してくれる人で、じゃあどうやって元に戻るか、あるべき自分の姿に戻るかっていう、そういうふうな形でちょっとご自分を少し客観的にご覧になって、それでひたすらそのいいエネルギーを取り入れていくと。だからね、これが投薬をしてるからっていう、その自分が投薬、ね、してるっていうその思考をまずは外されて、それでお食事と同じように薬を飲むっていうんじゃなくて、もうこれは自分が毎日食べるご飯の中の一つみたいな感じでそれをおとりになりつつ、でそれを飲むことによって何か悪いことが起きるっていう考えももうないわけですから、そうやって過ごされるっていう、そういう形で、皆さん、友の皆さんはやっぱり完全なる健康っていうものを獲得してらっしゃいます。だから彼はね、獲得してくださいって言ってるんですよ。これをあげますよとかね、私が送りましょうとは言ってないわけ。私が送るのはハイルシュトローム、それを取り込むのはあなた、そしてあなたが直接その治癒を獲得するって、そういうこと形で彼は私たちに治癒を仲介してくれてるわけなんですね。ありがとうございます。はい。はい。子供にする場合どうしたらいいでしょうか。あとペットにする場合はどうしたらいいでしょうかって質問ありますね。ペットの場合はもう本当にペットとかはね、動物植物は自我がないですよね。私たち人間だけですよね。自分でこう考えるのは。ですからより効果は高いです。まあ、今度その大会とか講演会とかに来て、入門していただくと、そのブルーノさんのお写真とかも差し上げられるので、そしたらそれを簡単にもうペットの場合はそのペットのなんていうの、お家とか寝るお布団の下とかに引いてあげるっていう、もうそれで本当にいっぱい友の方たちはペット元気になってらっしゃいます。それとお子様の場合はもうお母様とかがそのお子様の名前をフルネームでブルーノさんにお願いする、その完全なる健康という形で、要はその時に決してね、なんていうのかしら、この子のこれをとかね、そういうふうな具体的なことを言うってことは、さっきの話じゃないですけど、それを固執してそれを持っちゃってることになるんです、そのお母さんが。だからお母さんがこのうちの子は弱いからって言ってね、かわいそうだからってこういろいろ面倒を見るのは、人間社会的には非常にね、優しいいいお母さんだけれども、精神的世界ではこんな良くないお母さんはいないって。お母さんのその思考がその子を弱くしている。お母さんの思考がその子をその病気からね、こう逃れられないようにしてるって。彼はそういうふうに言ってるんです。ですから、私たちが他人のことをお願いする場合、それも、まずは自分が健康であるっていうのが第一条件ですけれども、その場合にも、その人の名前を言うだけで十分なんです。だから彼らは分かってるから、誰が何を必要かっていうのを。で、そういう形で、なさっていただければ大丈夫だと思います。はい。はい。カノンさん、母がやけどしたとき、ブルーノさんの写真を貼っといたら、治りが早かったですと書いてますね。これは感想ですね。はい、うん。あ、そうですね。私も激しい打ち身で、もうなんか紫色に腫れ上がっているところへブルーノさん半日貼って、夜にはもう本当何にもなくなってましたね。これは友のね間では当たり前の話なんですけれども、やっぱり一般ブルーノさんのこと知らない方にお話しするとそんなバカなっておっしゃる方あるかもしれないけれども、今日のこのスピリチュアルテレビの皆さんはそんなことないと思うのでお話しさせていただきますけれども、この彼の写真っていうもの、これをやっぱり当てるっていうのが私なんかは例えばこうちょっと頭が時々こうレーゲルングで痛くなったりとかするわけですよね。そうするとそれをやっぱり当てることで一瞬やっぱりそのズキズキがものすごく強くなるんですけれども、まあ、それが来ると、あ、これでね、これが消えるわと思えるんですね。そうするとやっぱりスーッと消えていくっていうか、そういう形でその写真を当てるっていうのも、とても、
効果がございます。はいはい、音楽 CD は交友会で販売してるのでしょうか。交友会では販売というよりかはですね、友になられると寄付金ベースで、ございますので、ブックテーブルっていうそういう CD とか DVD とか置いてあるとか、そこからお好きなだけ、お持ちいただけます。はい、ただ今度のね、講演会の時にはまだ皆さん友にとしてお入りになってないので、そこにはブックテーブルが登場しませんけれども、もしもそれ欲しいわっていう方があれば、私の方までご連絡いただければ、これは例えばドイツとかアメリカはもうアマゾンとは言わないですけれども、その通販で買えるんですね。で、日本はまだそのシステム的にそういうものが引けていないので、今は唯一アネモネさんの後ろの通販のところで、何ですか、ドキュメンタリーフィルムの DVD とちょっとブルーノさんの生涯を描いた冊子っていうものを、扱っていただいておりますけれども、CD はまだなので、もし欲しいっていう方があればご連絡、さっきのメールアドレスの方にまでいただければお手配できると思います。はい、はい、ということで質問大体これで終わった模様です。高橋さんの方が何か言いたいこととか何かございますか。特に随分たくさんの方が講演会の方にも来てくださるっていうことで、で、私はその皆さんのお顔存じ上げない場合もありますので、ぜひお出かけになられましたら、私多分当日も何がしかの形で通訳か前の方に座ってると思いますから、お声をかけていただければ嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、それでは音楽を流して終わりたいと思います。それではどうも、どうもありがとうございました。失礼いたします。